自分は何も考えずにただ流されて生きてただけなのかも。変わらないものなんてないですから。俺だよ、翔一、お前のお父さん。24年ぶりだけど、俺はすぐにお前だって分かったぞ。ああ、ケンジ。俺はあんたの言うことがまるで分からない。変わらないってダメなことなんですかね。変わらなきゃいけないのかな。私はダメじゃないと思うよ。けど変わるのもダメじゃない。よく考えて自分で決めたんならどっちだっていいんだと思う。でもただ流されてちゃダメですよね。意外に自分の意思で川に落ちて流されてる落ち葉もあるのかもよ。万物流転って知ってるか。人は同じ川に入ることはできない。流れる水は前とは違う水だし、誰もが以前の自分とは違うからだって。